昔のニコ生はやばかったよ。パンツバーって脱いで、うえーってケツ振り出して、もうブルンブルンなってんの。そこの内科検診のおじちゃんにさ、君このままじゃ死ぬよ、ぶん殴ってやろうかと思ったわ。絶対このメカニックの中に一人は金のチェーンネックレス作ってんで。メカニック用の素材で武器クラフトしてたの。一時期集めてたんだけど、なんかごっちゃになってたから集めに行って、まあ何個か返しとこうかなって思って、なんかもしかしたらちょっと使っちゃったかもしれない。だからまあこっからみそぎのアイアンファームで返すわ。だからこの声で顔出してなかったらよかったんだよ。もう顔を出した時点で終わってる。でもなんで俺がこんなに顔出しに抵抗がないかっていうと、中学校の頃に顔出し配信してたんだよね。同説20人とかで俺雑談してたからさ、中学校の頃京ちゃんに憧れて、だからあんまり顔を出すっていう抵抗がないんだよね。めちゃめちゃ流行ってたんだよ、ニコニコ生放送が。俺が中学校の頃、みんなニコ生見てるし、ゲーム実況も基本ニコ生だし、 YouTube の Y の字もなかったからな。プレミアム会員だったんだよ。でプレミアム会員だったら配信できるってのを知って、じゃあ配信してみるかっつって。昔のニコ生はやばかったよ。ニコ生クルーズってのがあるんだけどさ、ニコ生クルーズに乗ってるじゃん。そしたらおっさんが酒飲んでる配信にたどり着くわけよ。で何千人もバーってなるわけよ。そしたらおっさんがテンション上がりまくって、急にパンツバーって脱いでケツ見せて、金玉とか丸見えで、うえーってケツ振り出して、もうブルンブルンなってんの。え、マジそんなんいっぱいあったよな。でバンされてんねん。あったら話しかけてもいいのかい？やだ、話すことないもん。まあでも応援してますぐらいだったらいいわ。全然どっちかっていうと俺苦手な方であるけどな。まあてか場所を考えてほしいかな。マジコンビニの会計中とかに喋りかけられたらマジだるい。店の外に出て喋りかけてきてほしい。店の中で喋りかけられるとマジだるいんだよな。会計中はないだろ。いや俺さ、子供のさフォートナイトやってる時視聴者が多くてさ、あったんだよな一回コンビニで会計してる時に、コンビニの店員も有名な方なんですかみたいなのされて、ふーってなったことあるけどね。まあなんかおばちゃんだったしな、あの時は店員が。しかもそんなおばちゃんが見てるところで、もう気にしなくていいですとか言えないじゃん。しかも恥ずいしな。ネットの中だから生きてるだけで、俺みたいなやつは外に出てああいう風にされると恥ずいしな。最近じゃドリルの音なし寝れないぜ。いやこの音がもっとな、なんか揚げ物揚げる音とかにしてほしいな。そしたら頑張れんのに、ジュワーパチ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 、ジュワーパチパチパチとかだったら俺全然頑張るんだけどな。逆に食えなくて拷問じゃない？あ、大丈夫。今日、リビングに唐揚げ棒2本ぐらい生えてたから。揚げ物食べたくなったら食べれるから、いつでも。でも、この横の人たちもさ、これ全員ダイヤモンドカットしてる。コハクちゃんにいたってはもう3日ぐらいやってない？ここで。コハクちゃん DMF 入ってるから、ギャングとかした方が儲かりそうだけどな。コハクちゃんも罰を。え？まさか、俺の知らないところで荒れて罰を全うしてる？ここにいる人たちは全員送られてきたってこと？そして心配かけまいと、俺と同じビールでも差し入れようかな。まあでも正直俺もワイスピ見ながらファームしてたしな。これ配信しても意味ねえなって思いながらワイスピ見てファームしてたからな、ずーっと。焼くのはスーパー銭湯の日焼けマシンのが効率いいかも。俺日焼けマシン入れると思う？みんな大丈夫？閉まんないってならない？俺だって病院のある ICR みたいなのあるじゃん、あれ表に寝そべったまま入れなかったから、ちょっとだけ斜めにして入れられたことあるよ。そう、なんかでかすぎて入れないから、なんか片方ずつ取りましょうねみたいな言われた記憶があるもん。中学校ぐらいか、中学校ぐらいの風邪ってさ、大きい病院には行かないじゃん、風邪ぐらいじゃ。小児科に行くわけじゃん。体重計測るときさ、もう中学校で140キロぐらいあったから、体重計がこのぐるんって回るやつしかないわけさ。あれって100キロ以上測れないのよ確か。一周してカンってなっちゃうから。俺がその病院に来たら体重計が2個出てきて、右と左合わせた体重みたいな測り方してたよ。動物園とかでさ、動物の体重測るときみたいな方法が用いれられてたね。そういうのならいっぱいあるよ。学校とかでさ、採血みたいなのあるじゃん、チートって。あれの時もさ、俺アリケンって本名から来てるから出席番号1番なわけさ。男の子の出席番号1番から入ってきてって言われて、血管を出して血を取るわけじゃん。でも俺の時だけさ、もうずーっとこうやって、あれ全然血管が出てこないわけ、脂肪で。ちょっとごめんね、ちょっとおばちゃんじゃむずいかも、まるまるさーんつって、まあはい任せて任せてみたいなおばちゃん来るんだけど、そのおばちゃんもめっちゃ強くこうガーってやんの、こうやって。
わかんないねとか言って、で一回刺してみようかとか言って刺すの全然違うな、あ違ったとか言われて怖すぎ。高校1年生の頃内科検診あので入学式のすぐ後にあるじゃん。高校なんてさ入学式のさ1日2日後なんてさまだ誰とも仲良くないじゃん。出席番号1番の〇〇くんって言われて行くわけよ。でおじいちゃんの先生だったわその時。聴診器っていうのかな、あれこう心臓の音測るやつあるじゃん、あれをこうやってつけていってあーとか言い出すわけよ。なんだなんだってなって、で俺やり直しって言われたの全部終わった後に。まさかの2周目で後ろでは混んでるわけじゃん、俺が出席番号1番だから。そこの内科検診のおじちゃんにさ、君このままじゃ死ぬよって言われて、で内科検診の時って静かじゃん、もうその声が全部さ後ろの並んでるやつらに聞かれてさ、クス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 ぶん殴ってやろうかと思ったわ、ジジイだったけど。意味わかんないだろ、心臓に聴診器当てただけでさ君死ぬよなんて言わんといてくれよ高校1年生に。この状況でハイテンションなのハセシン、ハセシンさんでもハイテンションなるかなこの状況。はい、それではね今日はねルール違反をしてしまって武器をつけてしまったことでここね溝切り来ております。はい、エッサホイサエッサホイサ、はい、ここね一発衣装カットしていく。絶対無理だるま。なんだい、俺は溝切り終わらせてきたよ。何したの？スタッシュの中のもので武器作ってた俺。え？使った分の3倍スタッシュの中に収めてきた7時間かけて。ダメだよ、私物化はダメだよね。やっとまっさらな人間になれたよ俺は。いやでも偉いね、偉いわ。絶対このメカニックの中に一人は金のチェーンネックレス作ってんで絶対一人はおるね